サンティティエンヌイコールルイコールローは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、オートイコールアルプ圏のコミューン。ギャップとは9 2トル、ラバティヌーブとは5 7トル離れている。サンティティエンヌイコールルイコールローは、デュランス川の支流で、アバレ川のアバンス川の周りに作られた。谷は、石膏からなっており、今も、石膏の採石場がある。 ノートルダムデュロー集落は、行政上、サンテティエンヌイコールルイコールローに属している。ローという言葉は、ラテン語で湖を、ラカスというように、プロバンサルアルパン語で湖を意味する。またレセプテンバーロークスという名があるように、ロークスという形態も見つけられる。この名称は、7カ所の鉱山性の湖がある、集落を指している。サンテティエンヌイコールルイコールローは、 肥沃な谷の中にある。かつて湖だったところは今は干上がっている。サンティティエンヌイコールルイコールローはかつてアバンソン団尺領に属していたことを想起させるなサンティティエンヌダバンソンと呼ばれていた。1664年から1718年までの間に起きた出来事を記憶に留めるため、1914年に現在のコミューン名に変更された。 ノートルダム・デュローのバシーカ殉教者聖エティエンヌに捧げられた教区はこの名前で13世紀に存在していた。1380年頃、サン・エティエンヌ・ダ・バンソンには20フローリンと報告されている小修道院があった。1516年までそれは司祭官であり、主任司祭は主任司祭修道士の称号を持っていた。司教は共同の主任司祭で、 ボスコドンの修道院長や主任司祭修道士と共に十分の一勢を共有していた。1664年、羊飼いのブノワット・ランキュレルは聖母の出現を生み、聖母と対話した。聖母は彼女に、老衆落に私の名誉を称える教会を建てなさいと命じた。その場所にはすでに1640年に小さな礼拝堂が建っており、ノートルダムド・ボンラン・コントルという名であった。 アンブラン司教ジョルジ・ドビュッソンドラ・フィヤードは1668年にこの教会の建設を始めた。彼はイエズ・ス会をこの地に招き修道院を建てた。彼の後継者、シャルル・ブリュラールド・ジャンリスは教会を完成させ1712年にノートルダム・ド・サント・ギャルド選挙主会の管理下に置いた。この地が人気の巡礼地になるのは非常に早かった。 ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。